皆さんこんにちは、ガジェットジェットのゆけです。今回はテレビはテレビでもちょっと変わったテーマのお話をしていこうと思います。そのテーマというのがゲーミング機能なんですけど、あのハイセンスからなんとリフレッシュレート 240Hz に対応したゲーミング TV が中国国内で販売され始めてきているんです。これかなり驚きじゃないですか。また TCL がセス2022で発表した2022年モデルの最新テレビに関してもリフレッシュレート 144Hz に対応したモデルがラインナップされているんです。 4K120fps にやっと各メーカーが対応し始めたと思いきや、この驚きのニュースの連続ですから当チャンネルでも取り上げさせてもらいました。というわけで今回は今後のテレビカテゴリーの一つになるかもしれないゲーミングテレビとは何なのか詳しく説明した上で、ゲーミング機能に特化したハイセンスの最新ゲーミングテレビ 65E55H、 セス2022で TCL が発表したミニ LED 搭載のリフレッシュレート 144Hz に対応したモデル C935 の紹介をしていこうと思います。今回はかなりマニアックな内容だとは思いますが、僕のチャンネルを登録してくれている皆さんであれば興味深い話なのではないでしょうか。今回はこのような流れで説明していきます。 1. ハイセンス 65E55H の紹介。 2. ゲーミングテレビとは。 3. 現在のゲーミングテレビの立ち位置。 4. TCL144Hz 対応の最新モデル紹介。 5. まとめ。まずは冒頭にも少し触れたハイセンスの最新ゲーミングテレビ 65E55H の簡単な機能を紹介していきましょう。 65E55H は65型のハイセンス御用達の ULED、 つまり通常の液晶パネルを使用しています。こちらのパネル方式は公開していないものの、178度という高視野角を備えているそうです。HDMI 自体は全部で3つ搭載されており、そのうちの1つが 48GBps のフルスペックに対応した HDMI 2.1 となっています。そして今回の注目ポイントでもあるリフレッシュレートは 240Hz に対応しており、可変リフレッシュレート VRR や ALLM、 AMD フリーシンクプレミアムなどのゲーミング機能にも対応しています。他にも業務用モニターやゲーミングモニターなんかでもよく聞くような色差を数値化したデルタ E 偏差も業務用モニターと同程度の 1.5 を提供しています。また内部メモリ RAM は 4GB、 32GB のストレージを持っています。ただここまでのゲーミング機能に対応しているようですが、ディスプレイポートの搭載はないようです。これらのゲーミング機能においては超ハイスペックな 4K 液晶テレビですが、お値段は5499元と日本円に換算すると約10万円となるので、これはめちゃめちゃ安いですよね。なんでこんなに安く作れるのって思う方がほとんどですよね。その答えがゲーミングテレビというその呼び名にあるんです。続いてはそのゲーミングテレビが一体何なのか、なんで通常テレビよりも安く作れるのかについて話していこうと思います。そもそも皆さんが思い描くテレビって何でしょうか。僕をはじめとした多数の人がテレビ番組や映画などの映像コンテンツを視聴するための家電とイメージすると思うんですが、どうでしょうか。まあそういった映像コンテンツを視聴するという目的のために作られているテレビですから、当然映像をより綺麗に映し出さなきゃ意味がないですよね。そうやって各メーカーは画質や音質を追求し続けたわけです。ただ昨年度からその風潮が結構崩されてきたんですよね。それがプレイステーション5をはじめとする次世代ゲーム機の存在です。プレイステーション5では 4K 解像度の 120Hz のリフレッシュレートを出力できる性能を持っています。プレイステーション5といえばテレビに接続して使用するのが一般的ですから、次世代ゲーム機ユーザーにテレビを購入してもらうよう、テレビ側も 4K120Hz に対応することはもちろん、ゲーム操作時の入力遅延の短縮に努める必要がありました。それによってプレイステーション5の販売元でもあるソニーも昨年度モデルからフルモデルチェンジ、ハイエンドモデル帯の機種に HDMI 2.1 を搭載し、国内メーカー一番乗りで 4K120Hz に対応しましたよね。それを追いかけるように国内メーカーでも HDMI 2.1 を搭載し始めてきているのが現状です。つまり今までテレビに求められてきた映像コンテンツをきれいに臨場感のある音で楽しみたいというニーズに、ゲームを大画面で遅延なくプレイしたいというニーズが加わるというわけですね。まあそういった新しいニーズに合わせて最先端の高画質、高音質化技術を盛り込んで、なおかつ HDMI 2.1 や
ゲームモードなどのゲーミング機能も搭載させたいいとこ取りというか、まあ、全部入りさせたものが各メーカーのハイエンドモデルと言われている 4K テレビなんですね。ソニーで言うと X95J、 パナソニックで言うと JX950 なんかがそれに該当しますよね。ただ映像コンテンツをきれいに鑑賞するために必要な高画質化とゲームを遅延なくプレイするための高速化っていうのは結構対極にあるんですよね。まあ、そこで生まれたのが先ほどもちょろっと出ましたがゲームモードという機能です。ゲームモードを一言で簡単に説明すると、画質を落とす代わりに表示遅延を短縮するというものなんですが、これかなりもったいなくないですか。まあ、せっかくコストをかけて開発実装した高画質高音質化機能を無効化させてしまうなんて個人的には信じられないんですけど、これがゲームモードなんですよね。じゃあテレビでゲームしかしない俺には高画質とか無駄じゃねって思ったそこのあなた、まさにその通りなんですよね。まあ、そこで昨年度あたりから中国市場を中心とした海外でじわじわと注目されてきているのがゲーミング機能に特化したゲーミングテレビなんです。日本国内ではメジャーな高画質高音質化機能を盛り込んだゲーミング機能搭載のいわゆる全部入りハイエンドモデルから HDMI2.1 や AMD フリーシンクプレミアムなんかのゲーミング機能だけを残し高画質高音質化機能を排除したテレビがゲーミングテレビなんです。そのため画質音質を向上させる高価な映像エンジンを必要としないのでコストを抑えることができ、その分ゲーミング機能をより拡張することも可能というわけですね。ただここで注意してほしいのは、高画質高音質化技術を完全に排除したわけではなく、画質音質に関わる最新機能を排除しただけで何世代か前の機能は有しています。このゲーミングテレビ現在の立ち位置はどんな状況なんでしょうか。昨年度から発売され始めてきているゲーミングテレビですが、今回発売されたハイセンスの 65E55H の他に TCL の C9、サムスンの QX2 などがあります。 e スポーツ人気が追い風となって両モデルとも中国市場での売れ行きは好調のようです。まあ、だからハイセンスも参入してきたんでしょうけどね。ただ日本に目を向けてみるとどうですかね。国内メーカーではここ数年はゲーミング機能に極振りしたモデルを日本国内でもラインナップするとは思えません。高画質高音質化機能があって、その上にハイエンドモデルの印としてゲーミング機能を搭載するって感じの売り方がここ数年は続くんじゃないですかね。やはり個人的にも高画質高音質あってこそのテレビだと思いますから、高画質高音質化機能もゲーミング機能もフルで備わっているテレビが好きですね。きっと視聴者の皆さんもそうですかね。続いてはそんな人にも朗報なニュースです。セス2022で TCL があのミニ LED を搭載した上でリフレッシュレート 144Hz に対応した 4K 液晶テレビを発表したんです。これほんとすごくないですか。まだまだ未発表な情報もありますが、現時点で分かっているところを簡単に紹介していきます。今回発表があったのは C935、 C835、C735、C635、P735 の全5モデルです。そのうちリフレッシュレート 144Hz に対応しているのは C935 と C835 の2モデルのみとなっています。C935 と C835 はどちらもミニ LED を搭載していますが、今回は最上位モデルである C935 の紹介を基本とします。まずは今回注目ポイントでもあるゲーミング機能から見ていきましょう。リフレッシュレートは 144Hz に対応。 HDMI ポート4ポート全てが HDMI2.1 で VRR、ALLM、EARC にフルに対応。 AMD フリーシンクプレミアムにも対応しています。まあ、ほんとここだけ見るとゲーミング機能フル対応って感じですよね。個人的には HDMI2.1 が4ポートついているっていうのに驚かされましたね。続いては画質面です。C935 はミニ LED を搭載した 4K 液晶テレビで、パネルはコントラストの高さに定評のある VA パネルとなっています。また、ローカルディミングのエリアは1000以上設けられているため、ミニ LED の部分駆動により、コントラストの高さに期待ができますよね。HDR 信号にも HLG や HDR10 はもちろん、HDR10 プラスやドルビービジョン IQ という最新の HDR 信号にも対応しています。続いては音響面ですが、音に関してもかなり凝ってそうなんですよね。これが
スピーカーはなんと日本メーカーの音響のスピーカーを採用しており、実用最大出力は 60W、 立体音響規格であるドルビーアトムスや DTS デジタルサラウンドにも対応しています。外付けのサウンドバーなどを接続する際にも嬉しい EARC にも対応しています。これぞまさに全部入りというハイエンドモデルですよね。まだサイズ展開や販売価格は非公開ですが、最新の情報が出ましたらまた他のモデルとも合わせて動画にしますね。それではまとめになります。今回はハイセンスが新しくゲーミングテレビ 65E55H を販売するという情報を得ましたので、今後テレビのカテゴリーの一つになるかもしれないゲーミングテレビとは何なのか説明した上で、ハイセンスの 65E55H と TCL の C935 の紹介をしていきました。皆さんに分かりやすいような説明と紹介できていましたかね。僕個人としてはやはりテレビはテレビ、高画質高音質化機能を磨き上げて、ゲーミング機能は二の次でもいいんじゃないかなといった見方ですが、皆さんはどう考えますか？確かに需要はあるんでしょうけど、まあ、ゲームをするならテレビじゃなくてゲーミングモニターでよくないって思ったりもするんですよね。ただまあ今回中国市場で販売され始めたハイセンスの 65E55H なんかが日本市場に流れ込んできたら、国内メーカーも大きな路線変更を余儀なくされるでしょうね。ゲーミングモニター市場では日本メーカーとことんやられてますから、この先ほんと不安です。これからこういったマニアックな内容もどんどん投稿していこうと思いますので、マニアックな内容も好きだよって方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ガジェットジェットのゆけでした。